うん、宮田先生の方がさ、早い、振りが早い、男の人の方が早いのかな。面白いな、このゲーム。あ、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです。サイレンやっていきます。よろしくお願いします。コメントありがとうございました。早速ね、なんだっけ、誰だこいつ。あの子はね、いらないらしい、いらない子らしいんで、隠れてって言ったら、ね、隠れてます。うん、見つからないとは言っていないかな。よし、行こう。ジャック。これと、これと、あ、これ違うな。これ女の子だ。まあ、最重要で気をつけないといけないのは、猟銃ですね。よし、これでいい、行こう。拳銃を持ってる人がいなきゃ、いるじゃない。よし、まずここまで。で、ゆっくり行きましょう。で、鍵がね、かかってるのかな。ダメなんですよね。お食事中のね、よもつヘブイぐらいはしているだろう。あれをどうにかしないことには、ね、手帳の入手はできないんだけど、あれを入手するには、ね、多分鍵がいるんじゃないのかなと思うんだけど、いかがですかね。こんにちは。開いてるかな？ん？カトリブタだ。あ、じゃあ、貯金箱か。中には小銭が少し入ってるだけ。持ってく？割る？あんたか。うわ！もう一回。リロードしやがった。ムカつくぜ。おっ、来ねえ。マジで？どうする？他の矢からは？まあ大丈夫そうだね。こいつどうする？まず見つかる。撃ってこねえ。あ、来ねえ。ってことは、俺銃かなんかを撃ってっつって。そう。で、リロードだよ。おら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 、ざわ、しまった。くそ。オッケー、わかった。このゲームね、了解、え？射殺。了解、射殺？ブレインがいるのか？ブレインがね、いようがいまいが。私も皆さんを探してたんだ。はい。俺もう分かった。このゲームはね、ちょっと少し分かったんで、待っててね。来ないでね。強いのは、このゲームにおいて一番強いのは、猟銃を持っている人。で、もうリロードは、一切合切キャンセルして撃ってこれるんで、強い。でも、短筒でいいのかな？拳銝ね、普通の人は、リロードをすると、きちんとリロードをするんで、キャンセルしないんですよ。多分ね。リロードしてる最中はキャンセルをしない。っていうこと、言い直そうか。弾は多分無限にあると思うんで、敵も、敵バーカ。で、あと場所だね。これさ、叫ぶじゃダメなの？ダメか。よもつへぐいくらいは必要だろ。お食事に夢中なんだね。このプラグは？相変わらず何もする必要はないのか。新聞は？特に何もないと。もう一回割るね、じゃあ。まず割って、で、割って多分見つかる場所なんだよね、ここが。で、一発撃つ。
一発じゃダメなんだよね。リロードに入った瞬間に殴る殴る、とにかく殴る。お前は無敵じゃないことをあと祈るだけだ。このゲームはね、今は悪魔が微笑む時代なんだ。あ、よし、楽勝だよ。あれ、でもあの武器の持ち替えができますよっていうお話聞いてなんですけど、あ、コメントね、ありがとうございます。この、ここの章じゃなかったのかな？この須田くんかな？リプレイ、行こうか。あ、寝てた後か。なんだ、あの音。あいつら。廃屋からの脱出。水に沈んだ鍵を探す。え、嫌すぎるんだが。これいきなり来るのかな？まあ別に来てもいいけど。まあ、いや、無理だな。来たら死んじゃうもんな。気になるものはない。うん。まあ、ジャックは後でいいか。あれ、洋服がある。それいる。危ねえ。まさかそこを開けるとは思わなかった。ここも開くの？お、お？隠れる？ことができない。閉めるんじゃない。なんか下になんかあるでしょ。いや、くそ、くそ、やりやがるな。早くしないと。なあ、大丈夫だって。何にもねえの？じゃ、なんで開けたの？ジャックするか、とりあえず。あ、これと、見つかったら見つかったらしょうがないよ。とこれと、あ、違うな。他にはこれか。これ、これと、これと、ん？ちょっと待ってね。2人しかいない？そんなことないよね。これミヤちゃんでしょ？でも見えないな。あ、もしもしいた。見つかる？見つかる？どこにいるのこれ？地図。そうだね、コメントありがとうございます。まずね、自分がどこにいるのか、どうすればいいのかっていうのをちゃんと把握しておいた方がいいんじゃねえかっていう。ありがとうございます。難しいんだよ、そう言われたって。とりあえずジャックして、まず場所を把握しねえとな。ああ、来るかい？来ないんだ。ああ、そっちに行くんだ。早くしないと。うるせえんだよ、うるせえな。ちょっと静かにできないのかい？ちゃぶ台。そこ閉められるんだ。閉めたことになってねえけどな、ほとんど。上にでも引くかいじゃん。特別徘徊はしていないわ。少なからずこちらに敵はいなさそうだよね。はぁはぁ言わないしね。あと敵が2階に上がってきたら、まあ終わるだけだけどね。俺のゲームが終わるだけだ。ん？急ぎたい？もうちょっと待って。しっかり敵のね、把握をしておきたいんだ。ここに、ああ、でも何にも、なんか鍵上がってんな。錠前。惜しいな。こっちは？あ、みやちゃんごめんね。ちょっとどいて。鍵がかかっている。ぶっ壊すっていう選択肢はないんですか？じゃあみやちゃんちょっと待ってな。
そこで待たれるとね、ちょっと そこで待たれるとは思わなかったよ。あ、ここは？ここも敵がいない。ん？お、出た！ボウガン？じゃ、机じゃねえよ。そっちじゃねえよ。これでこれ、これ、これ。ん？開ける？ん？鍵がかかっている。違う。それ、ボウガン的なものじゃないの？それ。弓と矢じゃないの？あ、違うか。俺の早とちりだったか。シクシク。気になるものはない。そっか。何もないか。何にも、あ、2階には何にもないんだ。そっかそっか。何かあったとしても、まあダメということですね。ということは、とりあえずこれですね。こいつ。こいつを畳んじまおう。まず。拳銃持ちじゃなければいいんだけどな。拳銃持ちだったら、まあ、俺が死ぬだけだけど。ね、もう武器さえ持ってればね、どうにもなるからね。ほら。早くしないと。大丈夫。撃ってくる？撃ってこない。ってことは俺が勝てるってことだ。俺の勝ちなんだよ。首絞め大丈夫。よし、早い！何？ちょっと。どっから来た？完全にやられたんだけど。この、もうここで戦うかじゃあ。もう部屋に、おびき寄せちゃって。どうも。ね。あの、拳銃持ちを、ね、聞こえないところで、うるさい。面白い。あ、拳銃持ちが気づく、閉める、死んで覚えるゲームだな、完全に。え、でもどこにいたんだ？とりあえず逃げるか。逃げられるかちょっとわかんないけど。針金で巻かれた祭壇がある。開かない。そのための火かけ棒じゃねえの？来い。拳銃持ちは、ん？これ後ろを向いているのか？ただ単に。気になるものはない。鍵がかかっている。開ける。鍵がないと開けられない。まあ、そりゃそうだ。いろいろ、もう動くしかねえな、ちょっとしばらくは。こいつがどこ向いてんのかわかんねえんだよな。ちょっと下がろうか。もうそろそろあの気絶がそう復活するんだよ。外に、どうやら外に出ることかなわぬようだわ。でも外出ないとな。なんか探索する？挟まれてもまずいしな。ちょっと閉じないで。とりあえずこの集会プレイの人とは、どうも、はい、集会プレイの人とは、まずここで戦おう。まずここでちょっと処理をして、で、そうすれば、拳銃持ちは絶対見えないから、こちらのことを。なんかねえの？本当に。あ、水に沈んだ鍵って言ったか。水に沈んだ鍵ってことは、お風呂かな？どこだ？お風呂。風呂。階段の奥だね。ということは、
そこはどこだ。ん、なんかリビング、リビング的なもん。あー、リビング、わかんねえ。あ、客間。あー、客間。あー、とりあえずそこにいるんじゃないか。ちょっと見えないけど。あー、で一人ね、もう戻ってきて、戻ってきて復活してるから、とりあえずミヤちゃんには、ミヤちゃんにはこの辺でちょっと待ってもらおうかね。だからそう、出入り口で待つのやめてほしいんだけどね。で須田くんでね、一人で戦いましょう。あれ、キョロキョロするわけじゃないのか、ただ単に。うん、ドキッとした。見つかった？あ、いた。当たんない、当たんない。追ってくる？お、上からもやれる。あ、そうですか。ずっとキョロキョロしているのかな？ずっと背中を見ているわけじゃないのかな？この客間の人は。ちょっと客間をずっと観察してみようか。もし階段の方に目が行っているんだったらダメだね。もし俺がなんかドタバタやっちゃってダメなのか、それともさっきぶん殴ってやっつけた敵が復活したからまたなんか警戒モード、メタルギア的な警戒モードに入ったのかをちょっと調べたいね。そこの、その間にコメントを見たい。キョロキョロはしてないね。となると、警戒モードに入ったか、もしくは、なってないね。じゃあ徘徊してる人をぶっ飛ばすか、まず。そうだね、やっぱまずこの徘徊者を早くしないと。来て来て、どうもどうもどうも、お世話になってます。あ、しまった、やるね。はい、よいしょ、オッケー、来い、逃げなくていい。とりあえず俺が守るからって言っとけば多分あの子安心してくれるからね。で警戒モードに入るでしょ。でここ開けるとまずいんだよね多分。ミヤちゃんさ、押し入れの中に隠れろってできない？できないんだ。押し入れ嫌い？そんなことないよね。客満なのが入ったから、今、ちょっと今のうちおいで。あ、いいや、いいや。急ごう。うん、急ごう。風呂。早く入って。ここが風呂だと信じたい。来ました。完全に風呂。ん？これ敵がね、外にいるんですが。赤黒い水の中へ伸びる鎖がある。じゃあ鎖を引いてみよう。ね、四つへぐいぐらいは知っているだろう。え？とりあえず拾っとこうか。机の鍵、ん？机の鍵、引き出しを開ける。引き出しってどこにあったっけ？じゃあ私待ってな。ここで待つのもちょっと嫌かもしんないけど。で、拳銃持ちがハッスルしてるわけだよ。このキョロキョロするのは、あ、でも客間入っちゃえば
早くしないと。静かにしてて、死にたくなければ。多分ここだよね、引き出しって。ほい、じゃあ開ける。ん、なんかいろいろあるね。拾う、ニッパー、祭壇を開ける。あー、さっきのか。なんか他にもないかい。なんかその S 字のなんかクランクみたいなの、まあいらないっつうのがいらないでしょ。 OK。 まあ一番心配なのは、一番心配なのは、まあこれ拳銃持ちだよね。拳銃持ちがね、何をどのタイミングでこっちを見るのかが分かんねえんだよな。完全に分かんねえ。ちょっと待って。ちょっと待って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 。どうなってんだこれ。人が増えたぞ。マジかよ、ちょっと。難易度上げてきたな。もう一人もう一人、これをジャック。まあ、少なからずけ、あいや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 、拳銃持ちだけチェックしとこう。まあ、あとはどうでもいい。あとみんな全員やってるから。そこ閉めろ。よし、うるせえんだよ。ちょっと離せ離せ。うー、危ない危ない。大丈夫、ここまで遠くに来ればね、当たらないから、拳銃は当たらない。おい、足早い足早い足早いなり。マジかよ、はつらつだな。やめとくれや、これ。もしかしてばあちゃんじゃない？ばあちゃんの格好した、もしかしてあのお姉さんなのかな。はいはいはい、切る切る切る。うん。はい、ありがとう。で、中から、5体。はい、かけて、かけて、かけて。何、うん？祭壇の偶像。はい。あら、お働きが。脅かすね。装飾の一部に、鍵が使われている。じゃあ、その鍵持ってく？赤錆びた鍵。うわ、どうなってんの。楽しそうだな。うっ、よし、うっ、よし、うっ、うっ、おっとけ、倒し脱出。ここから外へ出る。外に出たら都を置いていくわけにはいかないですよね。そして恋ができない。いいゲームだ。恋、これ完全に恋じゃねえんだけどな。これじゃねえんだよ。死にたくなければ静かにしろ。うぅ、こちら。うぅ、まだいける。こちら、早く来るんだ。よしよしよし、いけるぞ。またこのクソババめ。クソ、うわっ。まだ戦闘は続いている。あ、ちょっとやめろやめろ、俺動けねえんだよ。難しいな、武器の持ち替え。まだまだ先の話かな。